村上春樹さんは、早稲田大学入学当初、和恵塾に入っていました。その時のことを、このように書いています。僕が、大学に入ったのは1968年で、とりあえず目白にある、学生寮に入った。僕はここに半年住んでいたが、その年の秋に、素行不良で放り出された。経営者は、札付きの右翼で、寮長は、陸軍中野学校出身の君の悪いおっさんとくれば、僕みたいなのは放り出されない方がどうかしている。和恵塾は目白にある男子寮です。特定の大学の寮ではなく、いろいろな大学の学生が入寮できます。和恵塾と作品で出てくる寮を比較してみましょう。まず、寮に関する記述を見てみます。その寮は、都内の見晴らしの良い高台にあった。敷地は広く、周りを高いコンクリートの塀に囲まれていた。門をくぐると正面には巨大な欅の木がそびえ立っている。この和恵塾は目白にあるのですが、まさに都内の見晴らしの良い高台にあります。作品の記述通りに、周りを高いコンクリートの塀に囲まれています。正門を抜けると、欅ではありませんが、巨大な木がそびえ立っています。作中では、本部建物の裏手には、野球とサッカーの兼用グラウンドとテニスコートが6面ある、とあります。テニスコートは1面しかありませんが、兼用グラウンドがちゃんとあります。本部建物について見てみましょう。作中では、1階には、食堂と、大きな浴場、2階には、講堂といくつかの集会室、それから何に使うのかは知らないけど、貴賓室まである、とあります。貴賓室以外は合っていますね。寮創設の精神にも類似性があります。作中では、教育の根幹を極め、国家にとって優位な人材の育成に努める、これが、この寮創設の精神である。とあります。和恵塾に関しては、人類社会に秩序と幸福をもたらす根本の力は、社会の中核となり、指導者となるべき人材である。優れた社会人となるに必要な豊富な知性と特性を兼ねた人材を育成するためにこの寮を設立したとあります。村上春樹さんは要約しただけですね。作中の寮でシンボリックなのは、国旗掲揚台です。作中では次のように書かれています。国旗掲揚台は中庭の真ん中にあって、どの両棟の窓からも見えるようになっている。和恵塾では実際にこの位置に国旗掲揚台があります。あまりにも高いので、うまく一枚の写真に収まりませんでした。そして、実際にこの国旗を見ることができる西寮に村上春樹さんがいたそうです。西寮4階の427号室にいたと朝日新聞の村上春樹関連の記事に書いてありました。ちなみに作中でルームメイトだった突撃隊ですが、村上春樹さんは次のように書いています。僕の小説には 99% までモデルはいないのですが、ノルウェーの森に出てくる、ちょっとどもるルームメイトだけは、モデルがいます。本当に、僕のルームメイトでした。すごく真面目な人でした。実際の和恵塾では1985年に二人部屋が廃止されたようです。主人公は、緑の家である、小林書店に行くときに、寮から都電の駅まで歩きますが、実際には恵塾から歩いて10分以内のところに、都電の早稲田駅があります。村上春樹さんが通っていた早稲田大学文学部は、この位置にあります。それでは、空撮動画で見てみましょう。